こんにちはのを楽に変える慶長教育課の岩松雅です。今日の話では「傾向と対策は見ない」というお話でまさに今傾向と対策を一生懸命勉強している方いるかもしれないんですけれども今日はそれとはちょっと違うお話かもしれませんけどもね傾向と対策をなぜ見てはいけないのかという理由を説明していきますのでよろしかったら最後まで見てみてください。ここののようにこのチャンネルでは慶長ではすとか 脳と心の使い方についてお話をしていきますもしよろしかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますということで傾向と対策を見ないということなんですが試験って当然その時の傾向っていうのはありますよね毎回同じような試験が出るわけじゃなくて出てくるボリュームが前はこのカテゴリーからたくさん出たのに今回はこっちから出るとかいろいろあるわけです ですから、傾向と対策がないって言ってるわけじゃないんですけども皆さんが試験に合格しやすくなるために傾向と対策というのはどれぐらい必要なのかっていうことをちょっと考えてみてほしいと思うんです、はいで。まず傾向と対策っていうのは必ず一つの答えがあってそれを教えてもらえるものではないです。つままり、そののののの傾向と対策を教えてくれるる方が、が今までで過去の経験の中かか、らここが出るのではないか いいううとところをを、まあるる意味違う言い方をするとね山を張ると傾向と対策山を張ってここを注意した方がいいよっていうふうにポイントを教えてくれるということですよね。ということは当然その人個人があるいはチームでやってるところもあると思うんですけどうん考えていることですから結構実際試験を受けてみると違うとこから出るんですよね。だから 結構違うとこから出るのでそ,のそこにエネルギーを使うのがいいのかどうかっていうのはちょっと考えてみた方がいいと思うんですよ。はいですのでそれよりももっと基本的なこととを勉強した方が合格すすると私は思ってますなぜかこの動画の中でも何回かお話ししておりますが私自身は過去14回今度が15回目になるんでしょうかね11月が。14回の キャリコンの過去問をりまば第3回に合格しているのでその前の2回は試験前に解いているわけですけども、まあ、その後もずっと勉強をせずに14回分解き続けておりますそうすると勉強せずにっていうのが一つポイントなんですが別に自慢するわけじゃないんですけど勉強してもいいんですけどもなんでしないで受けるかって言いますとしないでどこまで通用するかっていうのを確認するためにやってるんですね。 そうすると14回中11回合格点取ってます14回中11回えということはうん新しい情報入れてないんですよ基本的にはもちろん仕事柄カウンセリングとかしますのでその生活の中で入ってくる情報っていうのはもちろんありますけど試験勉強用に知識を貯めるということは合格して以来一回もしておりませんでも14回中11回合格するってのはどういうことかつまり 傾向と対策はしてないっていうことですよねそれでも70点以上が取れる試験だっていうことが私は重要なポイントだと思うんですついつい傾向と対策その時の特徴っていうのにとらわれすぎてそちらに意識が向くと基本的な勉強がおろそかになる可能性があります人間の脳は新しい情報が好きですだから新しい情報が重要だというふうに無意識に思いがちなんですが実際テストの中を 冷静に見てみると新しい情報はさほどなくても基本的な情報さえちゃんと頭に入ってれば十分に合格できるそれがキャリアコンサルタントの試験なんですですからむやみに傾向と対策に走るとおなんかねポイントを知れたようで得した気分はするんですけどベースとなる基本のところがないなら ある方はプラスアルファでやってもいいかもしれませんがない方はそこに時間使うよりもですねもっと基本的なところをちゃんと脳みそに入れた方が私は合格できるというのを過去14回を自分で解いてみた経験から実感をしておりますですから傾向ととと対策をするよりりもも基本的なところをしっかりとやっかやて、それでも余裕まあ比率で言ったらおまけの10%ぐらいの感じでいいんじゃないかなっていうのが私の 感じなんですね、はい、ですので基本的なことより例外が多い何て,、はい、て言うんでしょうか白書とか、まあ、いろんなデータから確かに最近っていうのは出題される傾向が多くなってきてるっていうのは少し感じます特に前回ですね14回目の試験っていうのはうんと私が過去に見たことないようないろんな外語のデータからの出題が多くて、えー、合格点には確かにいきませんでした。点点か64点 あと3問か4問っていうところで不合格点になったんですけれどもでもそれにしても全く新しい情報なくても62点から64点は取れるっていうことですよねはい。で、その例外的なことが多いっていうことは仮に傾向と対策と言ってもなかなか当てにくいわけです仮にどの白書から出るっていうのを当てることができたとしても その中のどの部分がどのような形で出題されるというところまでは当然わからないですよねで、その傾向と対策つまり去年前回と今回の違いが出てくるので一番大きいのはやっぱり季節性があるそういう資料のデータっていうのは毎回変わってくる可能性がありますでもそういう外で出てくるデータって膨大な量がありますそして一つ一つのそういう資料の中身もまた膨大な情報量がありますよね この中から山をかけて当ててくっていうのが、本当に試験を合格する上で効率的なんだろうかっていうのを考えたときに、私は違うと思います。それよりも繰り返しになりますが、基本的なことをしっかりと自分の中で落とし込むっていう作業をしといた方が、よっぽど合格する確率は高くなるんじゃないでしょうか。はい。それからですね、まあ試験勉強そのものが目的になってしまって、合格が目的になっている方というの思います。何を言ってるんだ 合格が目的に決まってるんじゃないかっていう方いるかもしれませんがいやいや違うでしょって私は思います合格した後にその資格を使って何かをするのが目的だと私は思いますしかしこのキャリコンの試験を受ける方の中には合格だけが目的の方というのも当然いらっしゃると思いますその方はこの動画は参考にならないので聞き流していただければいいと思うんですが 私は合格した後にそのキャリアコンサルタントという自分の知識と経験と資格を使って、えー、社会だったり自分の会社だったりに何か使おうとしている方がこの試験を受けているものだという前提で今お話をしています。そうなるとですね、人からここが出そうだよっていうふうに教えられてそれが仮,仮に当たったとしますよね。当たったとしたらそれ何か意味ありますかねもちろんんいいんですよ。 教えられたや山,山を張られた傾向と対策の部分がそこを教えてもらったことでそこを深く深く勉強しでそれで、まあ、試験っていうのはねその中からほんの1問とか2問出るか出ないかだと思うんですけどもその深い知識を貯めるという行為そのものはその人のその後の血となり肉となるということで意味があるんですがこの問題こういうふうに出そうだよと仮に言われてそれが出たとしましょう。で点数は高くなりました まあ、合格もできました。それって何か意味ありますかね僕はないと思うんですよね。あの勉強するという行為にはもちろん意味がありますけども、傾向と対策を知らなくても深く勉強するっていうのはたくさんできるわけです。ですからどうしても新しい情報に人は引きつけられやすくなって、今回は前回とどこが違うんだろうとこういう考え方は始めてしまうんです。 でも何度も繰り返しになりますがこの試験は決して傾向と対策をしなくても新しい情報がなくても基本的なことだけちゃんと学んでいれば70点を超えることはさほど難しい試験ではありません。ですからご自身がどこに時間を使うのか学習の労力を使うのかそれをもう一度考えてみてほしいと思うんです。そう考えると傾向と対策ということに時間や労力を割くのは僕は本当におまけぐらいでいいんじゃないかなというふうに思います。 では最低限知っておいた方がいいその傾向というか、まあ、前回と今回の違いが出そうなところっては何かって言ったら、まあ、白書で言うとですね、えー、2つのことととだけは押さえとけえばいいと思うんです一つは、まあ、前回から前回に出てるもの前回、うんまあ、基本調査でも何でもいいんですけども前回出てるもの は今回もそこと同じ範囲から出る可能性がありますただし洗い替えされてしまうものがありますよね前回の試験がだいぶ前になりますので春になりますのでその春の時から今回の十一月いや十一月じゃないですもうちょっと前ですよね夏ぐらいまでに今年の最新版が出てしまっているものがあるとしたら白書とか資料の中でそれは前回の分と今回の分の 二つと、を見比べて、違いを知っておくというのは、これはいいと思います。これはやっといた方がいいと思います。前回はこうだった、今回はここが変わった。こういう情報はもともと持っていた方がいいと思いますね。で、もう一つは、昨年の同じ時期。昨年の同じ時期。に出ていた白書。とか、あ、そういう外からのデータ。っていうのがもしあれば。 昨年の同じ時期にはこういうものが出てたなのでそこも押さえておこうこれもされたらいいと思いますでも逆に言うとこれぐらいですよね前回出ててそのまま洗い替えされずに今回も出る出そうな資料でもし洗い替えされているものがあればそれと合わせてどちらにしろ前回を基準にして出てたものをちゃんと確認しておく それから去年のこの時期に出てたものだけ確認をしておくでこれ以上のことを考えてもキリがないんですよ傾向というのは傾向とか対策っていうのはね仮に白書とかこういう基本調査のようなものからの出題が増えていたとしましょうだけどもそれは先ほども言っているように膨大な種類があります 私たちが聞いたことないようなそういう外の資料からの出題も過去に何回かありました。直接キャリアに関係なくて健康に関すす。るようなものももの出たたりりしたこともありますそういうのを網羅することってできるでしょうかできないですよね。で過去にねたまたまこの時期に過去14回開催してますから過去これが1回出てきたことあるからこれも覚えてた方がいいよっていうふうに傾向と対策を言った あね、方がいてその情報を真に受けたとしましょうそれって出ますかね出たら嬉しいですよ当たったからねでもそれってそんなに全体のボリュームとしてないじゃないですかだからそれ当てても意味がないんですよどこを勉強しても出る時は出るし出ない時は出ないってことなのでそんなことよりは過去に本当に出た実績があり続きとして出る可能性があるもの そして去年のこの時期に発表になるものでちょうどこの時期であれば旬で出ててくるると分かってるもの。それだけをやればいいとしたら過去に複数回出てるものがあればそれは当然チェック最新版をチェックしておいたらいいと思うんですけど前回の分と去年の分以外に基本的にチェックしなきゃいけないものってそんなないですね。 ここれれでででででででカバーきききるなないいす。す。全部これでも全部できないです。部もだけどそれ以上の勉強する時間がある方はどうぞやってください。だけども残り2ヶ月ぐらいになってきておりますがこのタイミングから傾向と対策を始めるというのは私はあまりにも、まあ、勉強が終わってる方は OK です逆にね勉強が常にもう一通り全部終わってる方は全然 OK だと思うんですけど終わってない方がここに入るっていうことは基本的なところもう私のように何も新しい情報を入れなくても 7割を11回取り続けけるることがでできているわけですよそれは基本的な情報だけで合格ができるからであってそこがしっかりしてない人が傾向と対策というのは枝葉ですから幹ではなくて枝葉の部分に意識を奪われて勉強するというのは非常に私は非効率だというふうに思います。ですので是非ですねもう一通り勉強終わったという方は傾向と対策というのもされてもいいと思います。 しかしそれが終わってない方が不安心理から何か今回特別なことを知っといた方がいいんじゃないだろうかそれを知ったら点数が上げられて合格する確率が上がるんじゃないかって考えるのは違いますよね。そうではななくて自分が基本的なところをちゃんと入っていうことで傾向と対策は、えー、勉強が進んでない人ほどやらない方がいいということのお話でした。 今回のお話が参考になったという方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではまたお目にかかりましょう。それではさようなら。